アルトゥール・ギリエルメ・モライス・グスマンは、ブラジル・サンパウロ州、レメ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはゴールキーパー。2011から12シーズン以降、コンスタントに実力を発揮したことから、ベンフィカファンから、レイ・アーチャーと呼ばれている。パウリスタ FC でキャリアを始め、2003年に、クルゼーロー・イーシーへ加入。 カンピオナーとブラジレイロセリエエトコパドブラジルにて優勝を果たす。2006年からは2年間コリジーバ FC へレンタル移籍する。加入1年目はクレーベル・ゲラ、ロドリゴ・ピーテルス・スマルケストのポジション争いを制止せ、GK になるも2年目の2007年はエドソン・バストスにポジションを奪われ、控え GK になる。2008年、当初は フルスクルゼーロ EC に復帰する予定であったが、イタリアセリエ A に属する AC、シエーナからオファーがあったことから、欧州行きを選択した。2008年1月4日に AC、シエーナと2年契約を結んだ。同月の30日に AC、チェゼーナへレンタル移籍18試合に出場した。2008年6月25日、チームメイトのシモーネ・ロリアと共に同じく、 イタリアセリエ A に属する AS ローマへ移籍。この動きに合わせ、ローマ側は、ジャンルカクルチを共同保有し、アーメドアピマーバルスソーレンタルの形でシエナ側に移籍させた。さらに、両クラブが共同保有していたダニエル・ガロッパの保有権を完全に渡した。ローマでの最初のプレシーズンマッチステアウは、ブカレスト戦で非公式デビューをするも1から3で敗戦した。 2009年4月に、セイジ GK のドニが負傷した際、ジュリオ・セルジオ、ピエトロ・ピポロとの争いを制し、ゴールマウスを守った。しかし、2009から10シーズンは、ジュリオ・セルジオが、セイジ GK になり、ドニとさらに新加入のボグダン・ロボンツが控えを務める、形になりあるトゥールは、第 4GK で事実上の戦力外となった。2010年夏に、 エドアルド、パベウキエシェクト2人の GK を失った、ポルトガルの SC ブラガニ移籍。新加入のキムがシーズンを棒に振るほどの大怪我をしたことにより、UEFA チャンピオンズリーグ2010から11予選3回戦から、マリオ・フェルゲイラス、フェリペ・ベントーラドス・サントスの第 3GK となる。リーグ戦では、正 GK のフェリペが12月に、ブラジルへと戻っていった後のフェルゲラス、 セバスティオン、マルコス・バルボーザ・ジオリベーラとのポジション争いを制し、正 GK に昇格した。以降は、常にゴールマウスを守り UEFA ヨーロッパリーグ2010から11準優勝に貢献した。2011年5月20日に、SL ベンフィカに4年契約で移籍した。1年目は、エドアルドとの GK 争いに勝ち、シーズンを通して出場。メディアやサポーターから、 レイアーチャーと呼ばれるようになった。SL ベンフィカ在籍中は UEFA チャンピオンズリーグや UEFA ヨーロッパリーグなどの試合も含めて合計143試合の公式戦に出場し、そのうち61試合は無失点で抑えている。在籍中は UEFA ヨーロッパリーグ準優勝2回、プリメーラリーが優勝2回、ポルトガルカップ優勝1回。 ポルトガルリーグカップ優勝3回、ポルトガルスーパーカップ優勝1回と数多くのタイトルを獲得した。2015年7月11日、SL ベンフィカとの4年契約を満了したアルトゥールは、トルコのオスマンルスポル FK と2年契約を締結した。ありがとうございます。